昨日開かれた設立総会には、会員となった民間企業や教育機関の関係者らが出席しました。総会ではコンソーシアムの事業計画が説明され、今年度はパラスポーツの認知度を上げるための広報活動や、障害者が使用する施設の整備に向けての話し合いなどを重点的に実施するということです。また10月に県が主催するパラスポーツ運動会を認証事業として県と組織との連携を進めていくとしています。総会の後は東京パラリンピックの車いすラグビーで銅メダルを獲得した和歌山秀文選手が活動への期待を語りました。センターというしっかり拠点があって、またそこを拠点にした強化育成につながるような、しっかりとした土台があれば、またさらにこの先静岡からそういったこうムーブメントを作っていけると思うので。